はい、レオ君、はい、何やってるんですか？秘密です。え？秘密です。秘密？何ですか、これは？今、魔法を作ってます。はい、魔法のチヂミ。違います、魔法です。チヂミね。何が入ってますか？僕の愛情が入ってます。ちゃんとやってください。はい、BGG 料理教室始まります。何よ、いつも。え？だから、このチヂミは取りすぎない、はい、みんなチヂミはあんたは覚えてる、はい、これは何入ってますか？ネギばかりです。ネギは、はい、じゃあネギは韓国語で、ネギはパーです。パー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 、はい、で、そのパーとパーの違いは、うん、なんか日本語なんか言ってたでしょ、強制するのに違いは。パーとパーパー、ピーとピー。ピーかピーは飴、うん、バーピーは、あ、ピーか、ピーはチ。何？チチピーがチ、ピーが飴。違う違う、ピー、あ、ビー、ビーが飴で、ピーがチなの。ピーピー、じゃあのレイン、レインレインはビー。あ、ビーなの。そう、でも日本語だったらピーって書いてるでしょ。そうなの。うんうん、ほんと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 違う違う、じゃあちょっと違うの。そうそう、じゃあピーとビー、ビーとピー。あ、そう、うん、ピーはチなのよ。うん、だからもうピーが降ってるってなってダメ。あ、そう、違うってるって。それだと黒いな。あ、そう、ちょっと違うの。はい、でもこの雨が降りそうとか、雨降ってる時はチヂミだよね。うん、そう、でも今日はあんま降ってないけど。はい、で、はい、ネギが、ネギがパーって言ってたの。パーね、はい、パーとバー、はい、バーは、あの、例えばこの間言ったそのバーですね、バーバー、そう、バーはパーです、僕で。バー、そう、そう、うん、で、パーはネギ、パーはネギです。はい、じゃがいもは、じゃがいもはカムジャです。カムジャ、じゃがいも入ってるんでしょ。入ってます、入ってます。あとは、あとは卵、卵、卵はと、ケラン、ケラン、ケランです、ケラン、ケー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 ランのこと。そう、ケーランだよ、ケーラン。あ、そうなの。ケーラン、ケーランのことね。そう、ケーって、あ、もともとあの鳥ね、鳥と、あの、うん、ランは、あの、卵、ね、卵だから、中国語と一緒でしょ。そうそうそう、卵、はい、漢、あの、漢字で書いてね。そうそうそう、そうです。はい、で、今入れたのは、今入れたの僕の愛情。そんなドロドロしてる。それ何？あとは、ネギと油でしょ。油は、そうそう、油、油は切る。あ、これ、これね、あの、うん、日本ではサラダ油って言いますね。うん、言う、言う。でもサラダ油じゃないです、韓国では。なんで？食用油なんですよ。ほうほうほう。だから最初、僕は日本に来た時、まあ、確かに それを買おうとしたら、うん、全然分かんなくて、うん、食用油がない感じで、あ、サラダ油なんかドレッシングと思って、そう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 、ドレッシング入れると思って、うん、その時はもうカタカナも分かんなかったから、うんうん、結局ごま油買った。ごま油ね、いつもごま油分かるでしょ、全部。でも日本だとサラダ、サラダとかなんかカノラとかもいろいろあるでしょ、うん、でそれが多すぎてなんか押すと間違うと思って、はい、もう分かんない時はもう最後は、そう、それの全然のかな、あの、いろいろありますよ、バー油とかね。バー油その間あったでしょ、あれは体に塗るやつ。それはだから椿油とかいろいろあるんですね。そう、はい、あれ体に入れるやつ。はい、そう、言ってますか。じゃあ今 何作ってるの。あ、チヂミです。チヂミね。ネギチヂミです。ネギチヂミ、バーチヂミ、パパパチヂミ、パジョン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 です、パ、はい、じゃあ出来上がった頃にまた詳しく聞きますので、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあまた。ハムサハムニザ。